エロ同人作家の水原優です。今回は同人作家のとある一日のスケジュールをお話ししていきたいと思います。お仕事編ですね。今回はよく漫画家さんだったりイラストレーターさんはずっとお家にいるっていう、いわばね、引きこもりみたいなイメージがあるかと思うんですけれども、世間様のイメージ全くその通りです。というのもね、私たち知らない人から見たらずっと本当に家にいるただのね、引きこもりにしか見えないですよね。もうね、会社のお仕事でデザイン系やっている方とかもそうだと思うんですけれどもね、会社でやるか家でやるかの違いくらいで、部屋のね、立てこもり率っていうのはね、ほとんど一緒かなと思いますね。そこでどのくらい家から出ていないのか、一日の流れと一緒にね、お話ししていこうかなと思います。それではまず一日の流れから説明していこうかなと思います。一日の流れはこんな感じですね。ね、お仕事編とは言っていましたけどね、本当にほとんどこう見るとね、仕事しかしていないなという感じですね。お仕事してる日はね、あまり変わらずこのルーティーンが多いかなと思います。で、配信の日なんですけれども、土曜日の9時なのでご飯の時間と被ってしまうんですよね。なんでそういう時は早くしたり遅くしたりしてちょっと調整を入れております。あとはね、事前準備もあるので、夕方くらいにはね、関係のお仕事を切り上げて配信の準備に当てることが多いですね。毎日のご飯に関してなんですけれども、ね、前はね、眠くなっちゃうからほとんど食べずに、コーラ飲んだり、コーヒー飲んだりしてね、ごまかしていたんですけれども、ちょっとね、体調をね、崩しまして、それを機にちゃんとした食生活にしようと思って、今ね、料理を頑張っております。あとはね、お姉ちゃんの影響も大きいですね。ね、美味しいご飯作ってくれたり、料理を教えてくれるので、毎日とっても助かっています。ね、本当に毎日のご飯ってね、やっぱりとっても大事で、全然ね、食べてない時っていうのはもちろん痩せていたんですけれども、ね、肌荒れもひどいし、顔色も悪くて、ね、集中力も落ちるし、作業もね、本当に悪循環になってしまうんですよね。それたまにね、友達とご飯食べに行った時とかは、もう体調の心配とかをよくされていました。ね、もう若いから行けるとかね、当時は思っていたんですけれども、ね、最近はもう歳もね、感じるし、年上の先輩方ね、口を酸っぱくして言っているね、規則正しい生活って、ほんと今後にのね、10年、20年後の健康のためにとても重要だなぁとね、もう今すでに実感しております。ね、ほんと今はね、無茶してると、10年後絶対何かの不調が出るので、ね、若い方今無茶しているなぁっていうそこの君、あとね、夜更かししているあなたはね、本当にお気をつけください。特にね、カフェイン、あいつは平気で裏切ります。前置きが長くなってしまったんですけれども、細かく見ていきたいと思います。まずは起床してからやることですね。パソコンの作業がやっぱり多いので、目とかね、頭とかが痛くなってしまうんですよね。なので、朝起きたらまずストレッチをすることが多いです。ね、もともと冷え性っていうのもあって、血流が良くなればいいなと思って毎日やっております。時間にするとだいたい30分くらいですかね。体を動かした後に作業を開始するようにしています。やっぱりね、ストレッチの効果って絶大で、しない日に比べると 1.5 倍くらい作業がはこどるような気がしますね。やっぱり体を動かすのが大事ですね。
そして朝のお仕事の内容なんですけれども、頭がしっかり働くのでネームや次の作品のお話を考えることが多いです。ね、あとはね、この時に次のね、動画だったり配信だったりでね、お話しする内容を考えたりもします。続いて、やっと来ました、お昼。ご飯大好きなので、もうこの時間がね、一番好きです。お昼はね、コンビニとかでおにぎりを買ってきたり、ちょっとね、お出かけして、ね、フルーツサンドとか、おしゃれなもの買いに行ったりすることもあるんですけれども、外出しない日だったらいつも納豆ご飯を食べてるかなっていう感じですかね。料理するときも比較的軽めで、昨日の夜ご飯の残りをね、ちょっとリメイクして食べたりとか、しているかなという感じです。ね、しかも今ね、納豆ってね、本当にすごいんですよね。タレがいろんな種類出てて、焼肉のタレとかね、鰹節をかける納豆とかもあって、本当に美味しいので、で、あとね、美容にもいいので、納豆おすすめです。特にね、おすすめしているタレは、大根おろしと卵かけご飯風の醤油がついてる納豆ですかね。続いて、お昼後のお仕事ですね。お昼は食べた後は少し休憩したら午後の作業に入っております。ね、線画とか昨日作業した分の細かい修正をこの時間にやっております。あとはね、発送作業だったりね、動画の編集もこの時間が多いかな。ね、7.5 時間って言うとね、長くないかと思われるかもしれないんですけれども、絵をね、描いてると本当にあっという間で、さっきまでお外明るかったよね、でももう暗いよみたいなね、びっくりすることもよくあるんですよね。なのでね、割と一瞬かもしれないですね。こうやってね、見るとすごくね、7.5 時間ぶっ通しで頑張ってる感がね、あると思うんですけれども、一区切りついたタイミングなので、ちょっとずつね、休憩は取っているので、ぶっ通しでもう必死にやっているっていうのはね、もう修羅場以外ないです。もう普段はね、そんなにね、頑張らずにのんびりやることが多いですかね。そして夜ご飯ね、お昼はね、軽めに食べてたので、夜ご飯はね、がっつり食べることが多いですね。姉がね、作ってくれたご飯を食べたり、気分転換にね、ちょっとご飯を作ったりして食べております。今日はですね、おしゃれにチキンパエリアと昆布サラダを食べてみましたね。画像こちらなんですけども、どうでしょうかね。ちょっとインスタ映えを狙ってみました。そしてそのままね、休憩に入るんですけれども、この時間はね、仮眠にやってることも多くて、もうお腹いっぱいで気持ちいい気分のまま寝ております。ね、あとはね、ゲームするのもね、この時間が多いですね。モンハンやったりとか、スプラやったり、気分転換して深夜の作業につなげているという感じです。その後12時くらいからはね、1日の最後のお仕事の時間ですね。むしろもう日付が変わってるので、1日最初のお仕事かもしれないね、深夜のね、作業は着色をメインでやっております。というのもね、この時間になるとやっぱりね、頭がね、全然回らなくなってきちゃうんですよね。なので、何か考えて作業するっていうのがね、ちょっと難しくなってきちゃうので、ね、できるだけもう考えなくてもいい色塗りが多いかなという感じですね。この時間にね、動画のテロップをね、入れたこともあるんですけれどもね、次の日ね、見たらひどすぎて、結局直したりもするので、やっぱり、時間配分というかね、何時に何をやるかっていうのは結構重要かもしれないですね。
というわけで、1日のスケジュール、お仕事編、いかがでしたでしょうか？ちょっとね、お仕事、多めだったのでね、あんまり、こう、お休みの時間とかのお話ができなくてね、ちょっとサクッとした全体の流れになってしまったんですけれども、もしね、なんかもっとここが詳しく知りたいよとかあれば、ぜひコメントに書いていただければと思います。さて、やっぱりね、ここまでね、長くお仕事が続けられるのは、やっぱり家族の支えがあってことだなぁと思います。まずね、家にね、自分以外の人がいるっていうところの安心感と、人と話せること、本当に大事だと思います。やっぱり一人で作業してると、もう孤独とね、ゲシュタルト崩壊でもう気がめいってしまうので、自分でもね、パートナーでも、お友達でも、ね、何の話題でもいいので、こまめにお話しすることが、やっぱり大事かなと思います。次はね、休日のスケジュールなんかもお話ししていきたいなと思いますので、また楽しみにお待ちいただければと思います。それでは、おつゆー。Thank you.